のページェントのすぐそば、高等大公園市民広場では、KHB のクリスマスイベント、仙台クリスマスマーケットが今日から始まりました。ヨーロッパの伝統的なクリスマスイベントを再現したイベントです。坪北さん。はい、青葉区高等大公園市民広場の仙台クリスマスマーケットの会場からお伝えします。午後5時35分ごろにクリスマスツリーの点灯式がありまして、会場内大いににぎわいました。そして今はですね、お仕事終わりの方々でしょうか、多くの方が詰めかけていて写真を撮るなどして楽しんでいます。皆さんの笑顔がとっても印象的で心が温かくなります。さて、この時間になるとお腹が空いてきたので、ここからはグルメをご紹介します。もういい香りがしていて、目の前でお肉を焼いているんですよ。とっても美味しそうな香りといい音です。さあ、この他にも様々なグルメをご紹介したいんですが、今このずらっと並んでいるのはヒュッテと呼ばれるドイツの山小屋をイメージした建物なんですね。こちらにはまずご紹介しましょう、ガブリキッチンからです。ガブリフライドチキンボックスということで、鶏もも肉、鶏胸肉、手羽元の食べ比べができるということで、ボリューム満点です。家族などでシェアするのもいいかもしれないですね。いや、美味しそう。さて、こういった温かいフードはもちろんなんですが、スイーツもあるということで、失礼します、失礼いたします、ちょっと失礼します、ごめんなさい、ありがとうございます、失礼します、強烈、すいません、失礼します。お隣は果樹庵から、こちらはいちごバーム串、クリスマスフルーツのいちごとドイツスイーツのバームクーヘンをワンハンドで楽しめるグルメなんです。交互に食べて、甘酸っぱかったり甘かったりと食べ比べできるのもいいですし、 SNS 映えもしそうですよね。このような可愛らしいスイーツもあるんですよ。さあ、もう皆さん、本当に多くの方がいらっしゃっている仙台クリスマスマーケット、光のページェントも点灯してとても綺麗なんですが、その手前にはですね、円形広場にこのスノードームのフォトスポットも設けられているんです。皆さん写真を撮っていらっしゃいますね。さて、このスノードームの隣にはこちら、クリスマス雑貨も販売しています。このようにキャンドルホルダーやスノードームなどを販売しています。このキャンドルホルダーはですね、ドイツの職人が手作りで作っているものなんだそうです。さらにこちらのスノードーム、大小様々ありますが、このようにやはり楽しむことができます。クリスマスならではですよね。デザインも様々ありますので、お好きなもの早めに、自分へのクリスマスプレゼント、大切な方へのクリスマスプレゼントにいかがでしょうか。さて、仙台クリスマスマーケットは今日から25日まで開催されています。様々なイベントを行っています。ぜひお越しください。